やったよ、もし伸びたよ。やっと B 判定まで来た。ああ、全然伸びないよ。もう勉強しても意味ねえんじゃねえかな。どう？はい、じゃあ、さあ、10月も近づいてまいりました。受験もね、だんだんとこう近くなってきた実感湧いてる方もいらっしゃるかと思うんですが、皆さん、模試をね、受ける方多いと思います。中学生でも高校生でも。で、やっぱり模試っていうのは、結果が数字でドーン出てきます。判定もドーン出てくる。で、その模試の、まあ、偏差値とか、志望校判定とか、まあ、出てきて、まあ、一喜一憂するわけですよ。最初みたいに、よっしゃって思う子もいれば、いやー無理ーって思う子もいるわけで。で、そういった場合でも、どっちにしろ必ずやらなきゃいけないことがあるんですね。それが分析です。分析って聞くと、ちょっと難しく感じる子がいると思います。うわ、なんか僕には無理とか、私はそういうの苦手なんだよねって思う子もいるかもしれないんですけど、難しいことをやれって言ってるんじゃなくて、良かった方、結果がね、結果が良かった方は、なんで今回のテスト、今回の模試で結果が良かったのかを考える。結果が悪かった方は、なんで今回結果が悪かったのかっていうのを考えてほしいんです。これを考えるときに、絶対に言っちゃいけないゴールがあって、それが、勉強を頑張ったから、勉強をあまりしてこなかったから、これはダメです。これは次に活かせない。例えばですね、じゃあ数学がやたら伸びてね、まあ全体的に底上げになったとしましょう。なんで数学伸びたのかなって考えるわけですよ。で、その時にどう分析するかっていうと、単元を見てほしいの。いつも言うけど、模試、まあ本番もそうね、模試も本番も、今まで勉強してた全部の単元出てこないわけですよ。全部勉強したこの単元の中から、これが出てきて、これが出てきて、これは出てこなかった、これは出てこなかったってあるわけだよね。ってことは、出題された、じゃあ大問が5個あった時に、その5個の単元が得意だったもの、勉強してきたものが出てれば、当然得点は取りやすくなる。逆に、いろんな単元勉強してきたんだけど、今回たまたま出題されたのが、そのまだ勉強してないところとか、苦手なところが集中で出されてしまったら、当然取れないじゃないですか。それをしっかり分析しておかないと、これをこの前こうやって勉強してきたから、あ、この大問が取れるようになった。だから全体的に上がったんだっていう風に思えれば、それを分析できる子って、例えば数学が上がったとしても、100点じゃない限りミスはあるわけですよ。その時に、あ、上がったけど逆にこの単元でこういう問題ミスってんのか、これ勉強しなきゃなって思うわけ。で、そうやることによって、一回上がった子、これ分析しない子って先に保証、あと予告すると、分析しない子って上がるじゃないですか。絶対どっかで落ちるから。上がり続けないから。なぜなら、ただのラッキーパンチで、ラッキーってその余韻に浸ってるだけだから。上がることはない。絶対落ちて、しかも落ちた時に対処できないんだよね。分析しないから。逆に取れなかった方も同じです。分析をします。で、それを単元ごとに考えていって、例えばね、問題なのは、ある単元をじゃあ、が出てたと、取れてなかったと、それを結構最近この単元勉強してたんだけど取れなかったって場合は、勉強のやり方とかにちょっと問題があるかもしれない。だって勉強で費やした、その単元でね、単元で勉強したのに取れなかったら問題だけど、いっぱい勉強したはずなのに得点が上がらなかったってアバウトすぎるんだよね。だからちゃんと単元ごとに分析していく。で、できないところ、できない単元とか苦手単元をだん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 埋めていって、穴というか、よく落とし穴って表現をするんだけど、落とし穴をどんどん埋めていけば、本番でも、これからの模試もそうだけど、本番でも、うわ、この単元まずいっていうのが減っていけばさ、本番得点率上がっていくわけよ。だから今ね、ここ数ヶ月努力してってなかなか花が咲かないと芽が出てこないっていう方も、まだ芽が出てないだけであって、これから先芽が出ないわけじゃないんだよ。ちゃんと分析して対処して、しんどいよ、勉強しても上がらない時って本当にしんどいんだけど、それを絶対この先伸びるからって、伸びるから、勉強してたら伸びるんだって、それを信じて続けていくことで、ちゃんと目を背けずに、自分の現実と目を背けずに一個一個対処していったら、問題が具体的になるから、ああ、勉強方法が悪いのかなーっていうアバウトじゃなくって、ここの単元のこういうとこができてないからこれをやんなきゃなって、今やるべきことが具体的になるから、具体的になれば具体的な対策を打って具体的な行動に変わっていくから、それを続けていくことで、今しんどいかもしんないけど、ぜひね、ぜひまだ時間あるから、まだこれが伸びていくから、だからそれを信じてやっていってください。